にちは。こんにちは。はい、長谷川コーチ。はい。はい、今日はあのラケット紹介という、はい、ことで、長谷川コーチこと長谷チンが、はい、はい、どんなラケットを使ってるんでしょうかのコーナーです。なるほど。はい。私はですね、はい、何を使ってるかというと、ダンロップさんに契約していただいて、はい、ダンロップのこの CX200 というのを使います。CX200、ちょっとズームします。はい。はい、あ、こちら CX200、はい、ね、はい、ダンロップさんです。はい、ダンロップ、ダンロップね、はい、はい、ダンロップ、はい、重さとかはどんな感じですか？重さはですね、305g、 305g プラス、はい、ちょっとここに鉛が貼ってあるんで、はい、ちょっと若干トップライト、ほうほうほう、こっちをセンター軽くしてちょっと振り抜けるように。どこに鉛貼ってるんですか？ちょっとここのことですね、グリップの中にも貼ってます、はいはい、あ、グリップの中に、はい、あ、なるほどなるほど、そう、グリップの中に貼ってるからちょっと手間の手元の方をちょっと重たくしてる。そうですね、なるほど、先端がスッていける、はい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 、若干そういうのをちょっと今年から試してます。はいはい、やっぱり良くなりましたか？そうですね、こうやっぱりこう負けないで、はいはい、強いボールが来てもうまくこう合わせるとそれでボールがポコーンっていってくれたりする。なるほど、はい、ラケットにやっぱり重量があるといいな。なるほど、手元にちょっと鉛を、ね、はい、貼ると、ちょっと普段鉛貼ってない方も貼れるんで、ちょっとどうやって貼ってるんですかね？ここにこういう形でここに入れたりとか。あ、ここですね。あ、ね、あ、グリップの中じゃなくてね、はい、グリップの中にも入ってます。あ、グリップの中にも入って、中にもここを開けて入れたんですね。入れてますね。ははは、はい、元グリップっていうのはありますけど、はいはいはい、あの元のレザーをちょっと開けてですね、なるほど、そこの中に入れてますね。これもしちょっと分かんない方 いたらちょっと長谷川コーチの方に鉛持ってくれば入れてもらえますかね？ちょっと考えますね。はい、考えておきます。なるほど、はい、結構差あります、うん、そうですか。あのこのラケットの気に入ってるとこはどんなとこですか？このラケットの気に入ってるところはですね、はい、やっぱりこううまくそういう調整したせいか、イメージ通りパンって出てきますね。パンと出てくる。やっぱりこうボール捉えたいときにちゃんとラケットがポンって出てこないといけない。はい、はあ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 。だいぶ思ったときにピョーンってこうで、だから手の一部のようになってますね。なるほど。手が本当だったら、まあ、手のがここで割ってますけど、はいはい、手の延長ここに来てまるで手のひらで打ってるようなイメージ。はあ。感じですか、ね。なるほど。やっぱそうなる要因とかっていうのはラケットという意味ではどこにあるんですか？その秘訣というか。秘訣ですか、まあ、やっぱりバランスでしょうね。ラケットのバランス、バランス大事ですね。はははは。あまりセンター重すぎてもこういっちゃうかもしれない。なるほど。先っぽがちょっとこうやっぱりグリップから引き出してくるんで、はいはい、それ最後にヘッドがピューンと走るように。なるほど。このバランスが長谷川コーチにとってとてもやりやすいと。そうですね、はい、いいです。例えばあの他の方でいうと、どんなプレーヤーの方におすすめのラケットですか？これはやっぱりあのストロークとかしっかり打ちたい方とか。あ、ストロークしっかり打ちたい方、はい、私もそんな力ないんですけど、結構こうやってしっかりしたラケット、強い球打たれても結構負けないんですね。はあ、なるほど、はい、前ね、一時ねちょっと中圧のラケットにしたんですけど、結構ね、はい、弾かれちゃうんですよね。結構しっかり打たれちゃうと、はい、よっぽど早く振り切れれば別ですけど、はい、私どっちかそこまでやるタイプじゃないんで、うん、まあ、こちらとはうまくこうボールをそのボールを捕まえて運ぶような感じでうまくいなしたりとかできるんで、なるほど、これは扱いやすいですね。だからシングルスとかやる方は結構おすすめです、はいはい、お、シングルスプレイヤーおすすめ。おすすめですね、打ちやすいですね、はい、ちなみにガットって何貼ってるんですか？はい、これはねブラストです。ブラスト、ブラストはどこのメーカーですか？これバボラですね。これバボラのブラスト、はい、はい、ブラストといえばポリエステルですよね。そうですね、はい、非常にいいですよ、うん、非常にいい、非常にあのね結構食いついてくれるしね。あ、食いつく、しやすいですね。コントロールしやすい、はい、コントロールしやすいです。なるほど。スピンもかけようと思えばかけられるし、ね、ほほほほ、非常にいいガットだなと思います、ね、なるほど。ブラストってあの世界で一番ね使われてるっていうぐらいの ね、ガットですからね、はいはい、非常に最近気に入ってます。なるほど。これどれぐらい使ってるんですか？これはですね、ここ2ヶ月ぐらい、ここ2ヶ月ぐらい、2ヶ月しようすごいね、しっくりきてて。なるほど、非常にいいです。え、ちなみにあの貼る強さ、テンションは、はい、テンションはこれね、41で貼ってます。41ポンド、はい、かなり柔らかいですね。柔らかいですね、はい。昔からそれぐらいで貼ってるんですか？昔はね、昔試合出てた時は47ぐらい。40、まあそれでも結構柔らかいですね。はい、あのどん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 落ちてますね。はい、昔は50後半、だんだん52とか。なるほど。47、それ47からもっと
去年実は骨折して、はい、それから47きついなと思って41で骨折しながらやってたんでね。おで41でやったら41がしっくりきちゃって。なるほど、はい、下手したらもっと落としてもいいかなと。あ、だから自分のパワーに合わせて落とすとかっていうイメージですかね。そうですね、はい、なるほど。ラケットもこれしっかりしてるんで、あとストリングのこの強さで結構こう調整ができるんで、やっぱりしっかりしたラケットがいいと思います。はい、うまくこうテンションで合わせやすいんで。なるほど、はい、ありがとうございました。今回は、長谷チンのダンロップの CX200。 ダンロップさんです。はい、ダンロップさんの CX200、はい、そしてガットが、ブラストの、ごめん、バボラの、ブラスト、そうです、なんと41ポンドで、貼っておりました。はい、はい、また次回はちょっとこのラケットで打ってる動画とかね、そうですね、やっていきたいと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。